夏だし、もうそんなってだって不安な恋をしようよ。真夏の中で全て音がしてしまいたい。一瞬だって消せない。愛情以上の感情、変なこでも素晴らしい。リダンスバイ偶然だって嘘だって君の目線で立ち止まる。強引だってだんだんねえなら香りも本立てた地方目に見えないよ。この歌だって別に何が言いたいってるわけでもない。これからもこの先ずっともきっとこんな調子悪くはないな。うほうとかよくよ尽くしてくれるだろう。神様も仏も火も悩みに悩みる日きっと選んでくれるよね。ごますように僕とも
口ずさむ君の顔が愛おしくて守ることもできない僕めこめんで覚えていて君だけのおまじないさ辛いこの日で美しい歌明日からは顔上げて涙はもう経済に来てます、まあ、ベタな土管コーチなんですけど中入ったことないんですけど中に行ってみたいと思います。なんかコペンハーゲンっぽいのかな、これちょっとアームステルダム、綺麗な見えました。ウィーンが2つある、こっちちょっと、おしゃれだね、おしゃれ。ミュンヘンも2つあるな。このウィーンウィーンとこのミュンヘンミュンヘンはこの隣同士にできなかったのかな。このそうですね。ね、隣に行けるよね。2つ。ここにウィーンでここにウィーンなんですね。収まったと思います。で、ここにミュンヘンでここにミュンヘンでなんか1個ずらせば。アムステルダムを下に持ってくれば多分うまいこと。ね、隣同士に。なったはず。ちょっとじゃあ、ああすごい綺麗なわけですね。綺麗な。札幌、これ最後札幌、これ鳥ですか。こんだけありますもんね。ね、はい、じゃあ最後鳥の。嘘でしょ。え？ロックになります。もうすぐ鐘の音が鳴るそうなのでちょっと聞きに行きます。鐘どこですか。こっち、こっち、鐘どっち、この辺でいいです。この辺でいいです。あ、いいですね。明治大正時代はね、はい、3マイル、約 4.5 キロ四方ね、
だから合計入れるとさ9キロまで、うん、あの聞こえました。すごい、ちっちゃくした、片方で、あの 4.5 キロでしょ、片方 4.5 キロで、これくらい高いあの時計台っていうのはね、ここにしかなかった。だからあの札幌市民はこの時計で、あの日常の生活をおしっこしないで、この時計そのものが、あの皆さん旧暦と新暦っていうのは分かるでしょ、旧暦と新暦、新暦の時間になったわけですね。例えばね、草木の眠る牛蜜時とかね、寝の刻とかいうことが、あ午前12時ですとか、ね、午後6時ですということになったわけです。ちょっとおしっこい、だいたいカップリングに回されるんですよ。そういうもんなんですよね。会社とやるっていうのはそういうそういうところが。エロメガネブラザーズ兄です。昨日来たんですよ、はい、そうですね、札幌に着きまして、空港からあのバスで来て、はい、あの何ですか、あそこのテレビ塔のところでバスバーンと降りて、はい、で初めての札幌くんの初めての若手とかいて、でテレビ塔見て引くどうしたの、え、なんすかこれみたいな。あれあれあれですよね、ちょっとジャンプしても足ビーンとくるくらいで大丈夫ですよね、止められますよねみたいなことで、この男が、はい、あれあれだよ、俺たちで言うところのスカイツリーだからね、おめえ宮崎だろうが、宮崎タワーだろうが、都内在住なんかですから、何この言うところが東京食っちゃって、都内俺たちで言うところのスカイツリーだよ、お前らのって言うところの宮崎タワーなんですよ。宮崎タワーだからないですね。You're a night of